主人公も変わるということで、まあ龍が如くという IP ではあるんですけど、まあ、なるべく今までチャレンジしなかったことをたくさんやりたいなと。でその、まあ、やっぱり一番大きく変えたかったのはゲームそのものを変えたかった。ゲームシステムをやっぱりリニューアルしたかったので、アクションというノウハウを我々は10年以上やってきたんですけど、それをベースにしながらあえて RPG という形に今回はチャレンジをしてみました。ニオ1を作ってる時からまあいろいろやり残してることも多かったので、ニオ2で、まあ、そこをしっかり調整しようってことが始まりあって、でまあその時ただやっぱ新しくしなきゃっていうのもあったので、妖怪っていう要素を、まあ、より強化しようと思って、敵の妖怪も強くなるしプレイヤーも妖怪の力を持ってるっていう形で制作を進めました。チームリーダーが作るゲームは手触りが大事だと思うんで、しっかりその手触りは、まあ、妖怪のアクションだろうが侍のアクションだろうがどっちもしっかり気持ちよくて、あと敵のアクションもまあよりダイナミックで、まあ、やられた時によりこう、まあ、納得できるというか、そういったところにアクションとしてこだわって作ってます。今回 の、 そのカスタ1番という新しい主人公自体が、まあ、ドラマとしては一旦そのどん底の状態から頑張っていく姿っていうのはやはり RPG というか経験を積んで仲間と出会っていろんなことが起きてというドラマっていうのは、まあ、まさにこのアクションで表現するよりはロールプレイングという要素で表現していく方が、まあ、達成感もプレイヤーはありますし、僕らの伝えたいことがより伝わるかなと思ったので、まあ、RPG はとても向いてると思いました。正直言うとまず発表したら、まあ、批判されると思ってます。要は バッシングされるだろうなと、なんでやめたんだと、アクションが好きで龍が如くが好きだったのにっていうファンはたくさんいらっしゃるのは僕も多分よく知ってたし、好きだと言ってくださっていることをあえて捨てるということは僕らもとても勇気がいる決断だったんですね。ただやはりそのまだまだ伸ばしていける要素もあるんですけど、もっと面白いことが提案できるという自信があった場合はやっぱり僕らそっちの方を提案したいんです。なので、今までやるってことと新しい提案の魅力を考えたら、やってみればきっとこの新しい提案の方が良かったと言ってくれるって僕らは信じてたんで、まあ、叩かれるのは承知でやろうというふうに決めました。新しいものってそれ自体に価値もあるんだけど、やっぱり面白くないとダメで、それとワンのもともと持ってた面白さっていうのを、まあ、どう混ぜ合わせればいいかっていうのは、まあ、未だにまだ調整し続いてもがいてるところだけど、ただまあ今回 TGS で出展したバージョンに関して言うと、まあ、特技っていうものだったり新しいアクションがたくさん入ってて、まあ、それが2王の1にはなかったやり取りバトルになってると思うんで、これをまあ引き続きやっていきながら発売までしっかり調整しきりたいなと思ってます。妖怪って日本人にとっては馴染み深いものだから、まあ、水木しげるの漫画もそうだし、あと鳥山石燕幕末 の、 あの妖怪画家とかそういう人の絵とかも参考にしながら、でそれをアクションにまあ面白くできるキャラクターを妖怪として登場させるっていうのを今インスパイアされながら作ってます。もちろん今回 RPG という提案をした以上はそれが受け入れられる形としてまあ完成させたい、まあまだ最後の調整を今やってるので、まあ今それにも全力でやってます。ただもちろん最後決めるのはゲームユーザーの方ですし、これがやっぱり面白くないよねと、やっぱアクションゲームの龍が如くが好きだったというんだったら、やっぱ僕らは受け入れてもらえるためのものを作っているので、そこはまた考え方は変えると思います。ただ
やはりこの、いやこっちがいいって言われたからこっちにする、こっちがいいって言われたからこっちにするっていうのだと、今度やっぱり、まあ、言い方は悪いけど、ユーザーの言いなりのクリエイターっていうのもあんまり良くないから、やっぱり僕らあくまで主張があって、これを一生懸命いい形に仕上げて、ただ、やっぱり決めるべきはお客様なので、そのお客様がの意見を最後は一番大事にしたいっていう気持ちは、それも嘘じゃないから、まあ、今はもう本当に、本当にこれを受け入れてもらえるものに仕上げることしか今は考えてないです。赤狼もそうだし、ゴーストオブツシマもありますし、まあ、侍だったり戦国時代とかそういったゲームっていうのがたくさん出てるってこと自体は、まあ、そういった期待もあるのかなと思うので、まあ、それぞれおそらくゲームのジャンルとか方向性は違うと思うんで、その世界観は近くても全然違うゲームとして楽しめるんじゃないかなと。僕ももちろん戦国時代とか侍とか忍者大好きなんで、そういったゲーム増えることはものすごく歓迎してます。ある程度プラットフォームの世代が変わる気配もしているので、今の世代で一番しっかり作り込まれた緻密ないいゲームにしたいなとは思ってます。最近はジャッジアイズとかね、あれも海外で結構認められたので、ジャッジアイズをこれからちょっとまたどうしていくかっていうのも一つ考えなきゃいけないことだとは思います。あとはやっぱ一方で、まあ、日本のタイトルで赤狼とか結構いいタイトルもありますし、ああいうの見てるとやっぱアクションの可能性ってのは、厳しいとは言いながら、やり方によってはああいうコアゲーマーを占わせるようなゲームでも立派な数字を作ってますし、やっぱそういうチャレンジを僕らはやっていかなきゃいけないし、やっぱマインドとしては日本のゲームメーカーですけど、クリエイターのマインドとしてはもうちょっとね、これも誤解を増えるにはもうちょっとアナーキーな感覚でね、やっていかなきゃいけないんですよ。だからこれを、まあ、僕もいい年になってきたし、まあ、今こう言ったものとは全く違うチャレンジもやりたいなっていう気持ちを持ってます。